ら3月15日、この時の結論を取っています。大変なことというところがですね、それは、今回の問題は、半世紀前の古い雨の経験を思い出した人が、アンケート調査を使うと、有意な心理的影響が出た。だから、両方の間に因果関係があるという結論にしないのです。要するに、心理的余裕が古い雨の経験を思い出した人が、調査で主観的に、これに訴えたと。信用がないということを言うところですね。その、厚労省の会議室のテーブルの上だ。上だとそう考えるんだよ。実際話を変えて広島に来たら、すぐ分かることなんですが、もう一つは、一番大事なポイントはですね、この広島市のこの出したものを、疫学的な、このまま認めたら、疫学的な誤診があるという、それが東京大学の名誉教授の発言です。これが終わった時にどうでしょう。他の人が、私もどうなんですか。ありがとうございましたけど、他人と、そんなにサインを示します。それでさらに、国家大臣の重大な赤字の問題です。これをどうしてもやらなきゃいけないのかおかしいじゃない。予算の関係で抑え、科学的に検証するという議題も外れていることですね。まあ、こういう経過でありますので、時間があまりありませんので、まだ話したいですが、とにかく皆さんと一緒にこの大会の皆さんの意見で盛り上げていただくようお願いをいたしまして、簡単でございますが、お話しいただきます。最近の黒い雨の会の方で一言、国は何人かを認めない。で、元気もない。だから私は、元気で苦しんでいる、病気で苦しんでいる人を訪問して、テープにとって話を聞くかもしれません。テープにとって、それからこの証言集を作りました。で、これで、福島の子供さんを持つお母さんたちもしっかり読んでほしいと思っています。そして、全国で運動を盛り上げてもらわないと、国の大事企画を認めない、その姿勢を変えないと、福島の皆さんも浮かばれないことになります。どうか力を貸してください。よろしくお願いします。続きまして、紅葉第一診療所の患者さんの会、ひまわり会の佐々木文江さん、お願いいたします。もうよく知ってもらっておりますので、安心して
何でもご相談して見てもらっております。まあ毎年のことですけど、この8月6日は私は今まではいっと家で静かに過ごしておりましたけど、今年はこうして皆様の前でお話をさせていただくことになりまして、少々戸惑っております。何ほどちょっと年下に疲れたりすることがあるのか分かりませんけど、よろしくお願いいたします。ある起爆体験を簡単に、普通だったらもう1時間でもかかるんですけど、5分ぐらいの後でくださいとおりちょっと悩みましたけど、簡単に申し上げます。昭和20年8月に来た私は特大の同士でした。爆心地より 1.3km の、ちょっと西の方に自宅がありまして、関門町というところです。でそこの自宅に母と私と弟と3人でおりました。で8時15分にはちょうど家の中で廊下に白いカーテンがかかっておりましたが、それが真っ白に光るのを見ました。それからあとは真っ暗になりまして、気がついたらもう煙、ほこり、もうほうというような状態でしたね。そしてそれからしばらくして父が帰りまして、4人です。まあああまり傷をつくこともなく、だけどもなく、4人で西へ、保育方面へ逃げました。そして、その夜、避難先で、弟が、お腹が痛い、お腹が痛いと訴えます。で、母が、肌で腹が痛いと持っていた、ジンランという薬があるんですね、昔。から今はどうかわかんないけど、小さい子のお薬でした。それを飲ませると、黄色い液体をたくさん吐きました。そして父がその時に、ああ、よかったよかった。ガスが、悪いガスを吸ったのが全部出て、あ、これで良くなってよかったな。言っていましたけど、実際はガスではなかったと思います。お茶のおせいじゃなかったんでしょうかね。それから、私たちのあちらこちらと皆様のお世話になり、避難生活が始まりましたけど、2、3年経ちまして、基地の対象がだんだんよろしくなくなりました。そして、昭和25年1月に広島の日赤病院で、原因不明の病ということで血を吐きながら亡くなりました。そして生きてきた頃に私たちによく言っていましたことは、気がさえ泣けないやと。気というのは広島の人を言えばそのことを気がどんどん言ってたんですね。その頃はピカッと光ってポーンというわけでピカッと言ってたんですが、父はピカッと泣けられないのを気づきがよく言っておりました。本当に戦争に組んで原爆を恨んで、私たちの将来で安心ながら心からの叫びで、そういうことを私たちに言っていたんだと思います。で、この私も被爆から58年経ちまして、64歳の時に乳がんが見つかりました。それも吉田先生に見つけていただきます。それから治療を受けまして、あれこれ9年になりますけど、まだ再発するんじゃないか、またどっか他のものに何ができるんじゃないか、
という不安がいつもつまとっております。だが、私は福島子供さんたちが本当に心配なんです。今は何の症状もなく元気に暮らしておられるでしょうけれど、これから10年、20年経ちますとどういうことが起こってくるかわかりません。聞くところによりますと、福島の方ではちゃんとした検査、診察が受けられないと聞いております。そんなことが許せていいんでしょうか。いても立ってもいられずに、お待ちの一環を選んだ時に、
広島県についてそして5日の日に朝の原爆ドームの前で、皆さんを送り出すというそういうようなことで皆さんに縁があったかなと思っています。ありがとうございました。昨年、3月31日の日に忘れることができません。先ほど広大の方がおっしゃってましたけれども、針谷健一先生が記者会見を開催のように私も言っていました。それは私が、その後に仲間と一緒に記者会見をする予定だったんです。私たちがガイアカウンターを持って小学校の校庭を測りました。通過線路その後どこの小学校、中学校独自に測っていません。もちろん県も測ってなかったんですね。で、私たちが持っていったレーダーで、かなり高いので福島県内すべてを探してください。報道のことを見つけて子どもたち新学期始まる前に除染してください。除染が終わるまで子どもたちを学校に行かせないでくださいという訴えをしに来たんです。で、それを記者会見することにして記者会見に行った時に神谷先生が記者会見をしました。なんでおっしゃるか、女性の記者が質問したんです。子どもたち外で遊んでもいいですか。即座に答えました。屋内大臣で指示されていない小学の小学校では外で存分に遊んでください。マスクもいません。そうおっしゃったんです。その言葉を聞いた瞬間に私はこの先生が県のしかも学校の健康にした外団に就任すると気がついたんです。その話を聞いてこの神谷先生が就任したら子供たちモルモットをされる被爆させられる殺されるそう瞬間的に思いました。本当に悔しかったです。私たちがその数字を持ってたんです。価格数字をそれをこれから発表しようと思って記者会見に臨もうとしてたんです。神谷先生は一度も測ったことないはずなんです。それなのに断言したら大丈夫。私はこんなことをする国は絶対必要できないその時思います。まさにその通りのことがずっと福島県で行われています。子どもたちが被爆させられ、大丈夫だという言葉で先生たちも何も言わず言うことができずに、健康教科を早くやってくれというのに、ガラス前に普通に持たせてほしいという私たちの訴えにも関わらずに、ガラス前が配られたのは夏以降、遅いところでは9月とか10月、県民調査が配られたのも9月、さあ、当日から1週間、どこで何をしていたか、外にいたのか、中にいたのか、何を食べたのか、地下大臣のものを食べたのか。配っていない様子は何なのかという質問がされるような変更状態。最後にあなたの症状はどこか具合が悪いところはありませんかと聞いているならばなるのそういう症状がたくさん一つもないという変更状態。誰も信用していません。昨日大江県に行って県を聞いた時に変更状態県民健康調査の支援をしますとおっしゃったので、どんなことがされているのかあなた知ってるんですかと言ってきました。職員の方は知らないのは当たり前なので、本当に私が言ったことを大いに受け止めてくれたかは分かりませんけれども、本当に島は大丈夫だ、こうキャンペーンでもどん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 子どもたちを戻そうとしてます。帰りたいという子どもたちも、私の娘も中学に3年生です。今1年生の時に事故があって2年生転校させたけれども学校には行かないと言って1年間休みました。その娘が言いました。ここに持ってきたのはたまたま他の人が作ってくださったのがうちの娘に特急なんですね。こんな感じになるようにしますそれで持ってきてるんですけれども、娘が本当に言葉の少ない娘なんです。自分の気持ちを素直に言わない娘なんです。その娘がアメリカでのスピーチ私は彼女に私と一緒に連れて行くことになってアメリカでのスピーチ自分で書いてねって言ったらなかなか書けなかったんですけれども、最後に原爆事故さえなかったらその一言だけ書きました。本当にそんなことを子供たちがずっと思っているわけです。そして3月の末に新学期どうすると聞いたら
元の学校に戻りたい。山田さんも米沢に行ってたんですけども、元の学校、川端町、中学校に戻りたいって言うんです。もう自分は耐えられないって言うんです。仲間に会えない。本当に学校の勉強なんかできなくても私はいいと思いましたけど、子供がそういう気持ちでずっとこれから先に行くことの方が耐えられない。そういう思いで子供を戻しました。子供は気持ちが元気になりました。でも、内部がどうなっているのか本当にわからないわけで、これからどうしていくか、多くのお母さんたちが悩んでいます。私は子供に言ったんですね。お母さんは本気のために自治体がすると、さて自治のために自治体がすると言って、それまでの知識をフルに活用して避難させました。戻ってくるともう一つ言いました。安全の貯金を今までしてきたから、その貯金を切り崩しながら生活するから福島に戻ろう。子供たちに安全な食べ物をずっと食べさせる百姓だったんです。物を食べさせる、自分で作った手作りの物を食べさせる、そういう生活をしてきて、1年間他の国にも被爆を避けて山まで来て暮らしてきた。その安全の貯金をこれから切り崩して生活するしかない、そういう状況で福島は。それなのに甲状腺の検査結果は大丈夫だから、2年後まで検査しなくてもいいですと言われて、お母さんたちがどういう気持ちでそれを受け止めたら、自分の子供の情報なのに回避してもらえない、そんな方なんてあるわけじゃないと、個人情報回避請求出しました。一人のお母さん、高校生の娘をいただきました。営業でくれるという約束だったのに、それももらえませんでした。抗議した内容を4枚渡されたらできます。そんなのでは納得できない。要望書を持って県立大に行きました。広島から4月に就任したばかりだという広島の仕事をやめて、福島の島のために来たという、被爆2世だという方とお話をしました。私も皆さんと同じ気持ちです。いいなら言ってください。その中で、これからきちんと情報が入ってくるようにしていきますと約束はしてくれました。今までの検査の結果は、エコー検査の数値がある程度のところまでは ND として報告してただけですと言ってました。だから今回、福島の不安さんが心配するので、細かくデータを出した、その結果、感染。35番目の子どもたちの方法や医療に引っかかっただけなんですと言う説明なんですね。だったら他の県の被爆してない子どもたちの検査を合わせて言ってください。そこで比較してくださいと、お願いしたんです。そしたらなんです、福島県の不良事務所たち、他の県に対する言うことができません。だから検査は行きません、言われます。国なんで仕事としてやってもらえるように、県から比較をしなければ、福島県の子供たちだけが高くなるんじゃないということを言い張るそうです。もうこんなことをされる、こんなことを私たちが許すことができません。本当に子供を守るために、この一つだけでつながろうということで、子供たちも後ろから守る福島県と僕は立ち上がりました。そのためなら、どんな人とでもつながろう、多少としながら認め合おう、そういうことでやっていきます。本当に今日、この会場にいらっしゃる方たちに、本当に助けていただいていると思います。夏休みに入る子どもたち、各地に雇用に出かけています。その元気な顔は、あるいは今でも島県の子どもたちに見られることを願っています。どうぞ皆さんのご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。広島の、反対側にあるということで、瀬戸内海から伝えておりますが、この広島という
君の世界の原点と思っております。ですから私に伝えていただくたびに気持ちを新たにして戦うという決意を固めております。で、今日は私たちのところに再び原発があるということで、そういう立場で進めさせていただきます。で、まず、この昨日集会がありましたナゼルの戦いを聞きまして、この1年間でナゼルの戦いが爆発的に広がって、広島が長崎の被爆者の皆さんとつながり、それから福島、それから全国の戦いとつながって、大きくなっているということに本当に感動いたしました。で、さらにですね、その人たちに対して労働組合運動の大切さというものも説明をしていただいて、昨日の集会の中ではそういうことを発言していただく方もいらっしゃいました。で、本当にありがたく思っております。労働組合の運動っていうのは、ツイッターとかフェイスブックとか、まだまだそういうのを使わなくてですね、手作りのビラを紹介を配っているというふうなやり方で戦っております。ぜひそういう戦いもですね、大事なのということを、ここに聞いていただいている方にもお答えしていただきたいというふうに思います。はい。そしてですね、私自身も今の、こんなにたくさんの人が埋まっていただく状況というのに大変驚いております。と言いますのも、数年前ですが、ソウルの方の労働者の集会に行かせていただきました。その時に5万人というその数を見まして、すごいなと思いました。で、このような人が日本に集まることはないだろうなとその時は思っておりました。つい 4、5 年前のことです。でもそれがですね、今昨年9月には7万人、福祉を官邸前には20万人とか、で、この間の、7月には16、17万人というような集会がありまして、だんだん私自身ももっともっと集まっていいんじゃないかとか、そういうな気持ちに変わっております。で、最終的にはやはり国会の前に100万人ぐらいは集まらなくちゃいけないんじゃないかなと、県議会においては、
それでも皆さんに発が止まっています。それはなぜなのかといえば、これは人間権利に創意を出して何というのがいいでしょうかという気持ちでおります。もちろん、四国、中国から九州、それも、もちろん日本全国皆さんが反対してくれてます。その中で地元も一生懸命頑張ってます。で、愛媛の農民、それから漁民、それからお母さん、それから生活者としての住民、まあ、これは大変とってもそうですよ。で、その上学生、それから子どもたち、そして私たち労働者みんなが捜査で反対してるということをこうしたい。で、そういう力で今止まっているということをしたいと思います。で、ありがとうございます。7月の17日集会では、愛媛県出身のノーベル文学賞を受賞した大江健三郎さんがこういうことを言っていただきました。まあ、その裁判などを決定した政府に侮辱をされたんだということを、でこの侮辱裁判を知りたくないということを言っていただきました。で、そのことは多くの学校も思いましたが、私はその後の言葉をですね、講じておきたいかなと思うんですね。その後、大江健三郎さんは、私たちは勝つと思うみたいなんですね。で、そのことは私たち愛媛県民としてもすごく励みになりましたし、絶対に勝たなくちゃいけないというふうに今思っております。で、これからの愛媛の戦いなんですが、6月10日ちょうど国立鉄道と全国運動がした日に愛媛では松山市で千人集会が開かれましたが、これは1300人という結集を果たしております。それからですね、7月末の金曜日から、首相官邸行動と合わせて実質的に天井前が集まろうという集会が始まっておりまして、過去2回もすでになっております。人数は、数十人規模ということで官邸前には及ばないんですけれども、これから増えていくんじゃないかなと思っておりますので、もし愛媛の方に足を運んでいただくときは金曜日18時天井前に来ていただければ呼んでいただけますので、それから8月19日にも、大規模な集会が予定されております。これも市民運動としての、誰でも来れる大会ですので来ていただきたい。で、そこに来ていただきますと、1分間のアピールというのは誰も実現していただいてもいいという状況になっておりますので、これも参加していただきたいですし、毎月の11日、まあ、福島弁護士の人がいるんですけども、伊方の原発のゲート前で午前10時から毎月集会がされております。で、これは地元でずっと3年ほど暮らしてきた人たちが主催しておりますので、そこへ行けば地元の思いとかにも分かりますし、
被爆した方々、あなた方被爆者は私たちの
心の中にあり、全世界での原発と支配によるハブの戦いで私たちを励ましてくれています。Es gibt keine tiefliche Nutzung der Atomkraft. Erneuerbare Energien sind schließlich, wenn sie dezentral und in höheren Hand organisiert werden. Wir wünschen euch viel Kraft und einen langen Atem beim Streiten für eine bessere Welt ohne Atomkraft. Mit solidarischen Grüßen und herzlichen Grüßen, Katja Kipping und seinen Mitbringern für die zweite Linke, 6. August 2012 in Berlin, Deutschland. 原子力の平和利用などはありえません。再生可能エネルギーは使用運転責任、そして市民たちの権利によって運営されるならば平和的なものとなります。核のないより良い社会の建設へ向けて生き長く頑張ってほしいと思います。心からの連帯の挨拶を送ります。今日集められた皆さんに今日の集会を大成功にお話
ここで、自分連絡と、ホステル反対の方が、今、無視しているということで、拾ったという方や、拾ったという方があれば、皆さんがいて、右側の、今、手を振っておられる方のところに持って行って、もらえるとありがたいです。それと、もう一つ、資料の中に、誤りがあります。メッセージを寄せてくださった、星野文明さん、獄中35年と誤って記載しています。本日で38年となります。大変申し訳ありませんでした。そして、ここで、メッセージの、紹介をします。資料の中に入れておりますので、お名前だけの、紹介についていただきたいんですけど、時間の都合で、福島からのメッセージを寄せていただいた方のみ、紹介させていただきます。福島から、元福島県教育委員長の、清野和彦さん、リレーマラソンの先頭に立たれた、黒田節子さん、福島原発国交団団長の伊藤瑠衣子さんよりメッセージをいただいております。国内外からの熱い連帯のメッセージがありますので、ぜひ読んでもらえると、ありがたいです。そして、私たちはこの連帯に応えるために、この原発、3原発等々をもっともっと盛り上げていく必要があると思います。ありがとうございました。次に福島新病院建設のアピール、共同代表の吉田良純さん、お願いします。どうやってですね、この放射線から身を守っていったらいいのか、本当に
これはですね、今後一生の問題なんですね。これからずっとその問題を抱えながら生きていかなければいけないわけです。でもちろん、行政もノットラックでそれを追っておくわけではなくて、福島県としてもいろいろやってるようなんですけども、ただですね、福島県でやっていることに対して、私たちは非常に大きな危惧を持っているんですね。で、一つは、県知事会で、県知事ですね、その福島の原子力障害の医療をですね、福島にある中心とした、支援的な関係者のことでやっていこうとしています。で、それで、その中でね、その目的が何かというのなんですけども、研究をですね、本当にその障害から守るためにやっているというよりも、別に障害が心配なしだよということをね、県民のみんなに徹底させるということが目的であるように言えるということです。でこれはもう、医師会を通じて、従来は観光例が控えているわけですね。放射線障害による健康被害ということが一切無理にできなくなってしまう。ですから、福島県民の皆さんはですね、いろんな不安を抱えているんですけども、どこに行ってもですね、対応してもらえなくなっているということですね。で、このような変な状況を見破るものとして、私たちは福島診療所を検討することになっています。で、今現在どうなっているかということなんですけど、福島駅の近くのビル、仮設の診療所を現在準備中です。で、今年の10月に、ね、診療開始できるというふうな目標でやっております。その中でですね、本当にその、そこで、福島診療所を作る意味でね、そこに、昨日もやったんですけども、私たちに集まって、どういう診療所で何をするかということが大きな問題だったんです。一つはですね、やはり、福島県民のですね、要求に本当に応えることではなくてはいけないということですね。だから自分たちが考えていることと、県民が要求することがですね、常にこう、変わっていく可能性がありますので、常にその、みんなと一緒に議論を深めながら、どういう診療所になるかということを、議論しながら進めていきたいということですね。それから、具体的には、放射線からですね、どうやって身を守るか、あるいは、放射線の前後までどうやってですね、元気、健康を取り戻すか、というようなことをね、本当に真剣に議論しながらやっていっております。今後もですね、そういう議論をですね、何年も私たちだけじゃなくて、その議論を公にしましたね。原子炉原発の建てを引き戻す。今度は地上からの
巡礼のことに当たる。これによって戦争に今参加されました。今度はもしこのような原発の事故が起きたらどうなるのか。私はおそらくまだそういう事態が起こるのではないかということを一番心配しています。これは今の原発30年以上のものは18年この原発にいますと食べるということを私は訴えています。そして加藤君とこの基準にはたくさんの大人の方が絡まれます。これによって内部被爆を内部被爆は空気から来るんです。大阪ではなく空気から来るのは内部被爆。このことを国は全く言いません。これで今現状は全て加工するで停止します。だから今私たちが求めて大きな声を上げていくのは命のままのための戦いではないんですか。こういう意味で原発は全ての原発を廃止しろ、廃止しろということを皆さんが反省の前に、そして全国すぐ裏から大きな声を上げていくのではないでしょうか。これが私たちの戦いです。これは国民一人一人は大きな声を上げて、そして戦っていかないと戦力にはすべません。そういう原則を使えば国民が一体となることです。その中でやはり戦闘に立っていただきたいのは労働組合、労働組合というのは大変なことです。私たちのような大変なものではどこ行っても賃金を上げても上げてくれない。それがあれば国を切られていくんじゃないですか。そういう労働者がみんな一緒になって戦って、そして一般の労働組合、みんな労働組合が一緒になって頑張っていく。これがこれからこの社会を変えていく新しい時代に入ったのではないでしょうか。私はそう思っています。そして原発というのは騙して隠して今まで40年間稼働してきました。その中でも大きな事故になりかねない事故をたくさん起きている。そのことは公にされていません。こういうことを恐らく皆さんが知っているご存知ならば本当に今すぐ困る。今の大井さんを安全のは本当に発揮したら稼働してはダメなんです。あれは福井県に新幹線を押し、そのために石川知事が OK を出した。それだけなんです。他にも欲しいから原発が欲しいんだ、早く再稼働させろ、金を持ってこい、皆さんの年代を上げて監督から戻ってこい、こういうふうに言ったんです。こういうことが分かれば原発なんて必要ないんです。人の命なんか分かるんです。命を見つけられるようにして、そういう労働者を使わせる、こういうことは命ではありません。つまり私たちはこれから戦うには、こういった今日参加されているたくさんの労働者、戦う労働者、これ戦うというのは国に対して戦うという、企業だけではない、権力に対して戦う、そういう気持ちを責任持っております。私は労働者という労働組合にいろんなことを教わりました。素晴らしい組合でした。今も尊敬しています。そして今日皆さんから来てもらう、そういう組合も一緒に連帯として労働者の人、労働組合の人がここにたくさん働いていると思います。これからやっぱり労働組合が一緒になって先発は全て早くも配慮すること、そして今言うプラ政権、このプラ政権は早いこと白旗を上げ、戦後負けた、戦争に負けたとき白旗を上げます。それと同じように普段どおりも早いこと白旗を上げて自分はやめるべきだと思います。こういうことを私たちは伝えて、そしてこれからもいい新しい核のない世の中の社会を皆さん作っていこうではありませんか。これは終わったのに皆さん、小さなお子さんから
小学生の人、介護生の人、たくさんいます。21世紀よりも若い人たちに、私たちは、そして今日の仕事を体験すると、こういう話を聞きながら、これからのことを皆さん考えていただきたい。そして、最後に一つ、後ろに今、日本が発生しています。これを買っていただければ、すべて今言っている労働組合の戦い、素晴らしい戦いを乗っています。私の中の体験は、この憎しみも果たしています。よろしくお願いいたしますと思います。これから皆さん、共に力いっぱい戦っていこうではありませんか。私も皆さんのことを一緒に迷って、どうぞ、安定前にも広がりたいと思います。体を共にしようと思います。自分の命である限り、力いっぱい頑張っていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。続いて、反原発と国鉄構想を戦う、労働組合からのアピール、道路千葉副委員長、神沢圭一さん、お願いします。おはようございました。神沢です。私はあまり話は好きじゃないんで、発言しながらでもいいなと思ってきたんですが、私はどういうのもあるどんな話なのか分かりませんが、反対の活動、国鉄構想ということで、話をしたいというふうに思います。活動の前の集会、そして、今日の午前中の野田商工会のでも、本当に非正規の中で、反対を戦われたというふうに思います。そうした中で、我々というか、本当にこう、怒りを反発したわけですが、本当にこの議員選挙の中で、67年前に、原爆が落ちて、この時一瞬に、私、爆風が引き荒れて、そこで強い雨が降って、何十万人の人が亡くなる、本当にその当時の人も気遣いなかったので、生じ、本当に、この議員選挙を見えて、私も本当に、これで原爆が本当に起こったのかなというふうに、思いました。しかしそれは、本当に現実があって、改めて我々は、この原発と原発に反対して、広島、長崎、そして福島の仲間の皆さんと共に戦い抜いていきたいというふうに思います。そして、今、本当に毎日、福島の皆さんは苦しんでいると思います。そしてまた、労働者も本当に、この新自由主義攻撃の中で、毎日、生活に追われ、本当に、生きるか死ぬかの瀬戸際で働かされています。ゴールドバスの連続して起こった事故を見ても明らかのように、本当に労働者はいつ殺されるかわからない状況の中で、働き、そして生活しています。日本の資本主義は本当に労働者の命を、何とも思わずに、軽く見て、これを使い捨てて、この資本主義が今、生き延びようとしています。それはまさにこの、あの方がやろうとしている、原発政策、それも全く同じではないでしょうか。本当に労働者、今こそ、本当に怒って、この政権だと、そして労働者が、この戦果を取るような、そういうような、時代を何としても取らなければならないというふうに思います。我々は今、来週
してきました。
日毎週金曜日の基調判定前の行動、そして7月29日の国会議場を大分20万人を全国各地で行われた数々の連帯行動、空前のスケールで一人の存在あり、3.11福島原発事故まで1時間社会の在り方を国政から変更するとの対話になっていくようです。今日の会場にも同じ機会の社会の決意が出ています。この改正版巨大な民衆行動を徹底的に拡大し、100万人を超える大規模で市場関係を防衛し、大手駅にも期待しましょう。大江原発の正しい政策で、この広島においても伊賀原発の再稼働を絶対阻止し、全原発停止を確保しましょう。今求められているのは、地震事件以来の獲得運動を繰り返し続けること、そして原子力の平和利用を巡って分裂していた、それまでの獲得運動の限界を乗り越えていくことです。日本は戦後、日米安保体制の下で、一貫してアメリカの侵略戦争を伝え、その核の傘の下で原発を導入しました。平和利用を保障して、54基もの原発と100年再建設の建設を進め、その下で膨大な数の労働者に協力してきました。また、沖縄を米軍の発揮として提供し、密着までを進んで核兵器の持ち込みを進めてきました。そして、その政権はこの6月、原子力日本法を開発し、原子力開発の目的を安全保障にするためと提起しました。平和利用という建前で話をして、公然と核開発、核武装に踏み込むことを宣言したのです。背景にあるのは、米、本間政権が本年冒頭に発表した新軍事戦略であり、北朝鮮、中国とターゲットにした新たな侵略戦争、核戦争の発動です。いわゆる、テーマへの恐れ入りも、この戦争を中心に一貫です。私たちは、核との共存を信頼できた広島以降の世界を本店から変更するために、今こそ全世界の労働者、民衆と連帯して、立ち上がることを決意します。沖縄、広島、地方の怒りを続けて、すべての核、原発と米軍基地を立ち上げましょう。アメリカの核戦略も、日本の原発政策も、実際はライフランクを一定することによって成り立ってきました。日米政府はこのように、最悪や医療界などは一体となって、広島、長崎、北京の被爆者の訴えを踏みにじ、革命主義が的な影響がないとする、強行を決意上げていたのです。その派手に不審な人のことで、今も多くの子供や住民の命が脅されています。福島の命を守るために、今こそ広島、長崎の原点から、それぞれの真実を明らかにしなければなりません。私たちは、被爆者の命を懸けた戦いと共に団結して、被爆者日系訴訟、強い夢の大事な国を進み、進めさせる戦いを始め、あらゆる戦いを行います。福島県民に告発されている、長崎大学教授、山下修士、広島大学教授、神谷健治や、合同学者による大事な国の認定を絶対に許さず、命を守るために、ための医療と真実の学校を提供しましょう。福島新庄の現実運動を推進し、雇用や生活保障をはじめ、あらゆる取り組みを具体的に開始しましょう。被爆労働の強制を許さず、原発労働者を被爆から守るために行うことは、私たちが目指す新たな反発運動の最も重要な課題です。今もなお、福島第一原発の現場では、まともな被爆対策の対応で、殺人的な放射状況で多くの労働者に被爆されています。さらに、汚染海域の拡散によって、あらゆる手法に被爆労働が繰り出されています。被爆労働は、国土共産の民営化以来、全面的に進められてきた民営化、大衆化による労働者の権利が、指定することの発展に至り、浸透してきました。そこには、連合、成長協力の代表される、御用労働の国が資本に協力し、膨大な非正規労働者に被爆労働を押し付けている技術があります。原発を本当に出すためには、こうした御用労働による労働者支配を打ち破り、高まる労働組合を読み上げ、なるほど、原発労働者は、そこに立ち上がることができる運動を繰り出していくことが必要です。被爆労働局の課題を行う労働局のような問題を全国のあらゆる人に対しましょう。本日、ドイツ同盟連の各会議所に、諸国の反対同盟代表団が、初め広島代表の連中に、駆けつけてくれました。
体中の人々が福島に思いを寄せて、日本の民主の国内に注目します。この広島市から私たちは国境を越えて参加した民主の力で世界から勝つと言うことになると、全ての命を守るために力を持つ国民たちに会いましょう。ありがとうございました。次に閉会の挨拶と今後の行動提起について共同代表の大谷さんお願いします。はい、今日は大集会、それから今朝の電話の前の集会、それからあの電話です。そしてこの集会、私たちは本当にやり遂げました。Right.
最後は、団結頑張ろうで締めたいと思いますので、このままいただいて、そして呼びかけ人の、松浦先生さん、よろしくお願いします。今からデモの中継、これからデモがスタートします。